こんにちはで、今日はですね、WWE であの英語の勉強をってできんのみたいな話を <laughs> したいと思います。まあ、WWE って、まあ、知らない人の方が絶対多いと思うんですけど、アメリカの、まあ、プロレスだよね。いや僕は、まあ、まあ、昔の方が好きだったのが、まあ今でもたまにちょろっと見るぐらいなんですけど、まあ、CS 放送をね、僕は実家は契約してるんで、それで見れるんだけど、 まあ英語の勉強っていう面で見れば全然向かないと思うんだよね、僕は個人的に。技の名前とかね、はもちろん覚えられるし、解説がずっと実況解説がね、英語喋ってるっちゃ喋ってるけど、それよりなんか動きにやっぱ目がいっちゃうから、そんなにやっぱ向かないと思うね。だからまあうーん まあ楽しいは楽しいけどねだけどまあちょっと違うもんがあるよねっていうのはありますだやっぱまあプロレスもまあスポーツとか野球とかサッカーとかラグビーとか何でもいいけどさそういうスポーツ見てんのと一緒でやっぱそその英語メインっていうよりやっぱ動きになっちゃうから言葉があんまり関係ないじゃないですか だそういうのはやっぱ英語の勉強には役立たないよなと。別にね、他の目的で見るんだったら全然いいと思うんですけど、英語っていう観点で見れば、ちょっと違うなっていう風に個人的には思ってます。だから、まあんま、うん、向きはしないね、WWE もね。っていう話でした <laughs>。さよなら。